はい、タチャハオ。こんにちは、シャメです。本日もマージサバイバルやっていきたいですが、ちょっと待ってね。とりあえず今日で花が15日目になります。ちょっと待って、まず作らなきゃだね。酸素。これで、前日クリアかな？多分期間がどう？ 30 日近くあって、半分ちゃんとインすれば、できるから、割と親切設計ではあるかなという感じ。さあ、15番目の花ですね。水を与える。これでね、オールクリア。花。水仙かな。花が咲いてないときはニラと間違えやすいらしいから、気をつけよう。そうね、あんまり自分にはニラに似てるように見えてなかったんだけどね。花咲いてないときはちょっと外見が似てるらしいよね。でもニラはね、特有の匂いがあるけど、水仙はないからな。じゃあ、キャンプ5日目の、デイ5の10、パート13からだね。というわけで、完了！あ、ちゃんと入り口が別で作ってあって、ちょっとおしゃれ。おう、とってもくつろげそう。これなら2人で、ゆっくり休めそうだね。ワン！シード、入っちゃダメだよ。ここはジョイとソフィアのテントなんだから。君のお家はここにあるでしょ？シード、あの二人と一緒に遊びたいの？ジョイが元気になるまでは遊べないんだよ。体が治ったら一緒に遊ぼうね。おがん！キャンプが生きている。いいでん、はかどってますか？手伝えることがあったら教えてくださいね。ソフィア、もっと休んでいてよかったのに。あなたとジョイのためのテントを用意してたんです。どうですか？私たちのためのテントですって。とても気に入ります。すごい、すごい、なんか直訳したみたいな文だけど。ジョイも喜ぶと思います。ここにいさせてくれるだけでなく、テントまで用意してくれるなんて。どうお礼すればいいか。あはは、気にしないで。これくらい、なんでもないですから。イーデン、あなたにお礼がしたいんです。夕食をご馳走させてくれませんか？料理にだけは自信があるんです。食材は、ありものを使わせてもらうことになりますが。いいんですか？食材は箱の中にあるもので全部です。ほとんど賞味期限が切れてますけど、食べられると思います。大丈夫ですよね。ええ、今の世界では賞味期限なんて気にしてられませんから。私に任せてください。ワンワン。そうだね。君も食べられるものを作ってあげるよ、シード。なんかようやくちゃんと笑ったって感じでいいね。ソフィアがお礼に夕食を作ってくれるらしい。うん。ちょっと待ってね。今回若干重たいぞ、タスク。これだけ収めていい？ノコギリ収めて。へい。切手2つもらえるのと1200コインはでかい。リサイクルいかだを作ろうだけど、あと11時間しかないんだよね。しんどいな、これ全部。シャベルでしょ？スコップでしょ？まだ作ってないものか。多分。やば。もうしばらく使いそういないから収める？これ。これなんだろうね。あ、ロープね。これ何？これ、
何？わからんものがある。どうしようか。この辺使ったりしない？この辺は使わないか。しまっとこう。チェ。水は、あ、いるか。よいしょ。これと、砂糖。砂糖か。狙って出るか、これ。砂糖、缶詰。出た。味付けする。あとは、ブラックペッパーかな？出るといいんだけど。出た。調理する。あとは、缶詰だよね。ツナ缶っぽいやつだよね。うん。よし、食材を調達する。残りどうしようか。この半端になってやつ。とりあえずこうしておくか。半端だな。酸素作るか。酸素。枕先に行くか。うん、止まってよ。なんだこれ。ここか。これか。ドープ。どうしようか。これもな、さらに上があるかと思うとちょっとためらうな。まあどうせ教授は無理だろうけど。うん。このシリーズ、藁から発見できる。こうか。簡単にできそうなものは収めちゃうか。麦わら帽子。一個下だ。はい。もらっとくか。とりあえずプラスチックの山を。プラスチックの山を。盛り付ける。これいらんかな。売ろう。もう最近ちょっと売らんときつくなってきたね。枕を作ろうとしてたよね。売る。枕と酸素。酸素。なんか、狭いな。こんなもんか？あ、ここで木の枝。ここで木の枝か。ちりとり売るか。これでしばらく休憩。問題の調理道具。食材を並べるがいいかな。先に。これね、これのさらに上が作りたいんだよね。今日のデイリー、ゴーグルだけ残ってるから。結構きついかな。でもお金あるから、
金があるから。食材を並べる。1個拡張しよう。6700。19マス目かな。19マス目になりました。あとは、これだよね。分解するか。たまたま出てくれるとは思えないんだよね。プラスチック、いけるかな？いける気がする。とりあえずもうひたすらいらん方は打っていくみたいな。これで、売る。売るってか収める。で、一マスそうだ、空いたから、何をしまう？これかな？ペペロンチーノしまったよ。麦わら帽子。こうかな。調理器具。調理道具準備。出るか？あ、いける。調理道具準備。これでクエスト完了。出ないときは出ないもんね。ライターもマッチも。というわけで、ソフィアが俺に夕食を作ってくれるらしい。さて、久しぶりに腕を振るってみようかしら。ジョイの健康のために。ママ、ママ、どこにいるの？ジョイ。私の可愛い娘、もう平気なの？もう体は大丈夫？はじめまして。僕はイーデンだよ。このワンちゃんはシードって言うんだ。ワンワン。ママ、怖いよ。ごめんなさい。ジョイは怖がりなんです。放浪生活で疲れている上に、略奪者にさらわれまでしたんですから。生まれつき病気があって、そもそも体が弱いですし。そうだったんですね。ジョイ、驚かせてごめんね。ここにいると、ジョイが気にするでしょうし、僕とシードはあっちで食卓を作ってますね。ありがとう。食事の用意ができ次第、そちらに向かいます。三人で一緒に食事できるテーブルを作ってみよう。なるほど。あ、待って。三人になった。まずメインキャンプは、あ、病院ソフィア行けるんだ。行ける。シードは、スーパーかメインキャンプ。へぇ。じゃ、シード、行っておいで。やった、3人いると結構、大きいぞ。3人は大きいよね。今までも2人で交互に、なんとか回してたけど。そこで3人目、現れる。いや、でも今日の目標としてはね、なんだっけ。花の15個目を咲かせるのがね、目標だったから。十分かな。これ作ってるけど使わないねっていう。なんとか
ちょっと強化して。あ、これくらいしとくか。7、5。あとで。鉛筆コンパス。この辺かな？コンパスってだいぶ上？いや、その前にハケがいるのか。ハケ。ハケ。ハケ先に作るか。ハケ先にって言っておきながら設計する。設計するか。設計する。石が弱い。ハケを作るって言ったのに。この上か。よし、飾りつける。定規が余ってしまった。あとは組み立てる。木材を裁断する。どれも木材を裁断する。ちょっとこの辺もいるんだけど、ちょっと待ってね。一回これは売るか。ギリギリの生活を。4。足りない気がするな。あ、ギリ OK。木材を調達する。多分ね、もうこれ壊れる。どうしよう。先に、ほうきを作るか。あれ、あー、さっきこれね、いらないと思って売ったやつだ。どれがいらない？食べ物かな。ちょっと悔しいけど、まあ売りますか。うん。あと何、23秒もして。向こう行ってくるか。あ、向こうの前に、そうだ。メールボックスから、受け取り。うん。直接入ってくれるのありがたいな。よいしょ。はい。目標は、41レベルの切手。もうちょっといけたら45の宝箱かな。ぼちぼち。ちら。ちら。あ、でもソフィアさんの方が集まりそう。シードはまだ全然だね。ドッグフード5個いるのに1個しかない。ちょっとこっち行ってこよう。孤児院での方だね。イーデンやっと半分ぐらい行ったかな。いや、半分以上行ったか。じゃあポールにプレゼントする。お、シード、シード、どこにいるの。
尻尾が見えてるじゃないか。そこに隠れているの、バレバレだよ。この写真は僕の一番の宝物なんだ。噛んじゃダメだって。これからは絶対に触らないこと。今回だけは見逃してあげる。ワンワン。背景のとこしか噛まれてないのは不幸中の幸いだったな。院長とポールは無事だ。個人の子供たちも全員写っている大事な写真。もう会えないかもしれない子たち。あ、そういえば、本当に全員写ってる。じゃあ、この写真は誰が撮ったんだろう？うん。カメラの位置によるよね。三脚とかあれば、あ、戻っちゃダメだ。何やってるんだ。三脚とかあれば撮れちゃうけど。あ、でも昔はあれなのかな、セルフタイマーみたいなやつがない時代の話かなと。おやつを分けて食べる。ちょっと待ってよ。キャンディーみたいなやつ。もう一個か。楽しいご飯の時間。ふーん、なるほど。これと、これと、写真。みんなと一緒に思い出を残す。これも待ちになったな。ロボット3つ、折り紙1個。うん。ロボット3つは結構。無限ってあったっけ無限ってあったっけ。いやでもこれが回復待ちだしな。戻るか。でも前は結構回復アイテムいっぱいくれたのし、無限いっぱいくれたけどな。なくなってしまったね。すっかり。これどうしよう。え、でもあと10時間でクリアできると思えないんだよね。だからこれ上のを作るためにちょっと置いとこうか。これマックスだっけ？マックスじゃないね。あ、これ、万力かなんかだと思うんだけど、これが作れたら収めよう。多分これ全クリできなかったら、あんまりやる意味なさそう。全部いけたらいいんだけどね。麦わら帽子。今はこれだよね。あ、そうか。体力ないんだった。
まあ次回かな。ちょっと回復パッとできそうなアイテムないし。で次回ちょっと完成させる組み立てではやっておき、これがなぁ、できそうだったらやる。特にこの万力みたいなのが作れたら他はやろう。できなかったらちょっと他は収めるのを置いときます。というわけで今日はこんなところかな。よいしょ。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。ちょっとここだけ見といていい？地味にね、ちょっとずつ。よし。では、失礼します。